皆さん、こんにちは。ID オーファイアーチャンネルへようこそ。今日も最新の仮想通貨ニュースをお届けします。今回は、トランプ氏がついに仮想通貨を使った献金をスタートさせたこと、そしてイーサリアム ETH の現物 ETF 上場投資信託が承認されるかもしれないという話題です。その他にもビットコインの情報などもお伝えしますので最後までご覧ください。それでは詳しく見ていきましょう。トランプ氏の仮想通貨対応。米共和党大統領候補のドナルド・トランプ氏は、仮想通貨による政治献金を受け付けると発表しました。トランプ氏のウェブサイトでは、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、ドージ、コイン、シバイヌ、リップル、USDC などの主要な仮想通貨を受け入れています。トランプ氏のこの動きは、仮想通貨業界からの支持を得るためのものとして注目されています。この動きがイーサリアム現物 ETF の承認に影響を与える可能性もあります。市場の反応。仮想通貨市場では、ビットコイン BTC が前日日高の 1BTC 71,192 ドルに達し、4月12日以来の7万ドルを超えました。ビットコインの上昇に伴い、先物市場では25億ドル規模のショートポジションがロスカット強制生産される事態も発生しました。イーサリアム現物 ETF の承認と価格予測。米国証券取引委員会 SEC がイーサリアム現物 ETF を承認する可能性が高まっています。ネクソのプライムブローカー部門の責任者、アンドレイ・ストイチエフ氏は、ETH の価格が1万ドルに達する可能性があると予測しています。ストイチエフ氏は、SEC が ETH、ETF を承認すれば、ETH の価格に大きな影響を与えると述べています。実際に、ETH は過去24時間で 21% 以上急騰し、3771ドルという過去2ヶ月の最高値に達しました。SEC の最新動向、SEC の最近の動きも注目されています。SEC は取引所に対して19B4 申請書の更新を求めており、これはイーサリアム現物 ETF の承認に向けた重要なステップです。ブルームバーグのシニア ETF アナリスト、エリック・バルチナス氏は、バンエックの ETH ETF 提案の承認確率を 25% から 75% に引き上げました。ただし、S1 申請の承認も必要であり、これにはさらに時間がかかるかもしれません。政治的背景と承認のタイムライン。次の SEC の承認締め切りは5月23日ですが、S1 申請の承認は2025年まで遅れる可能性があります。フリーバンクアプリの CEO 兼創設者、ユヌス・オズカヤ氏は、S1 の承認が含まれるため、2025年より前に取引可能になるとは予想していないと述べています。また、米国の大統領選挙が近づく中、仮想通貨の規制や承認に対するスタンスが変化する可能性があります。特にスイングステート接戦が予想される州では、仮想通貨ユーザーが選挙結果に影響を与える可能性があります。まとめ、ついにトランプ氏が仮想通貨を使った献金をスタートさせました。これにより仮想通貨保有者はトランプ氏を全面的に支援する流れが出来上がったといえます。そしてイーサリアム現物 ETF の承認が進む中、ETH 価格が1万ドルに達する可能性が高まっています。SEC の動きや政治的な背景に注目しながら、今後の市場動向を見守りましょう。最新の情報を常にチェックし、投資戦略を練る際にはリスク管理を忘れずに。エンディング。今日のニュースはいかがでしたか？イーサリアム現物 ETF の承認が進む中で、ETH の価格がどのように動くのか、今後も注目していきましょう。このチャンネルでは、最新の仮想通貨ニュースや市場動向をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また、皆さんのご意見や質問もお待ちしています。コメント欄にどんどん書き込んでくださいね。それでは、次回の動画でお会いしましょう。本日はこちらの映像から見ていただきたい。Thank you for your statement. Yeah, with the goggles on. A lot of the smartest people in crypto are moving their businesses out of the US because they're scared of US regulation. Because of the hostility. Correct. Yeah, crypto is moving out of the US because of hostility toward crypto. Correct. So what are you going to do to stop it? Well, we'll stop it because I don't want that. I want that. If we're going to embrace it, we have to let it be here. Yes, sir.仮想通貨への敵対を終わらせたいそう語ったのは、2024年のアメリカ合衆国大統領選挙において共和党の候補者であるドナルド・トランプ氏である。9日に開催された選挙集会で、暗号資産 NFT 投資家のマック・ディモッツ氏がトランプ氏に対して次のように指摘した。不透明で過剰な規制が原因で
多くの暗号資産企業家がアメリカを離れている。この指摘に対してトランプ氏はその原因は現政権の適用にある、私はそれを改めるつもりだと回答し、企業家がアメリカで安全に事業を展開できるよう暗号資産技術の積極的な受け入れが必要だと述べた。最近トランプ氏は暗号資産に対する以前の批判的な態度を軟化させている。これは彼の大統領任期2016年から2020年の間の立場とは異なる動きだ。以前はビットコインやその他の暗号資産を詐欺に例えて批判し、資金洗浄に利用されているとして規制を強化しようとしたトランプ氏だったが、2022年以降は態度を一変させた。自ら NFT を発行したり、仮想通貨による支払いを受け入れるようになり、個人としてビットコインと折り合いをつけることは可能かもしれない。何らかの規制は必要だがという融和的な路線を取り始めている。またバラジ氏の X では2016年が初のツイッター選挙なら、2024年は初のビットコイン選挙になるかもしれない、と語った。仮にトランプ氏が今回の大統領選挙で勝利を収めることができたなら、ビットコインやその他の暗号資産も飛躍的に価格が上昇するかもしれない。スタンダードチャータード銀行 SCB は、今年のアメリカ大統領選とその結果が仮想通貨市場に与える影響についても言及している。特にドナルド・トランプ氏が再選される場合、仮想通貨に対する肯定的な規制が導入される可能性が高いとみている。これにはビットコインだけでなく他の仮想通貨に関する現物 ETF の承認が含まれるとのことだ。米国債の状況や政治的変動を考慮に入れながらビットコインの価格予想をしていこう。 SCB によると2024年末までにビットコインの価格が15万ドル約2320万円、2025年末には20万ドル約3094万円に到達する可能性があるという見方を維持している。また楽天ウォレットの松田剛成シニアアナリストもビットコインの価格について類似の予想をしている。松田氏はビットコインが半減期を迎えた後1800万円から2500万円まで上昇すると予想している。さらに彼は仮想通貨推進派の多い共和党が政権を取り戻せば2500万円まで急騰するとも述べている。このように政治的な勢力図が市場に与える影響は非常に大きいと言える。ここまでご視聴ありがとうございました。今日の話題についてどう思うかコメントで教えてください。もし動画が気に入ったらいいねボタンを押してチャンネル登録も忘れずにお願いします。こんにちは、 ID オーファイヤーチャンネルへようこそ。今日は話題の分散型取引プラットフォームApex、オムニを紹介します。仮想通貨の取引が簡単にできて、手数料が半額になるキャンペーンも実施中です。そして、バイビット上場予定の新しいトークンのエアドロップも実施されています。さらに、あなたもランボルギーニを手に入れるチャンスがあります。興味が湧いた方は、ぜひ最後までご覧ください。ではまず、Apex の魅力と特徴について、わかりやすく解説します。Apex、オムニの特徴。まず、Apex、オムニは、必要な機能を自由に組み合わせて使えるモジュラー設計を採用しています。例えば、取引機能やセキュリティ機能を個別に設定できます。そして、ZK リンク技術を使って、取引のスピードと安全性が大幅に向上しています。ZK リンクは、簡単に言うと、取引を非常に早く、安全にする技術です。高効率なオーダーブックモデル。オーダーブックとは、売りたい人と買いたい人の注文がリストされている場所のことです。Apex Omni では、ウォレットをリンクするだけで簡単に取引が始められます。例えば、ウォレットを連携させることで、即座に売買が可能になります。これなら初心者でもすぐに取引に参加できますね。全チェーン流動性を集約したスポット取引。Apex Omni は、異なるブロックチェーンの仮想通貨を一つの場所で取引できるようにしています。これにより、ウォレットを切り替える手間なく、さまざまな仮想通貨を取引できます。例えば、イーサリアムとビットコインを同時に取引することが可能です。ソーシャルトレーディングとコミュニティトレジャリー。ソーシャルトレーディングでは、他のユーザーの取引を参考にすることができます。例えば、成功しているトレーダーの取引を真似することで、自分の取引スキルも上がります。また、コミュニティトレジャリーでは、優れたトレーダーがみんなのために取引戦略を提供し、コミュニティ全体の収益を向上させることができます。プレローンチ機能の追加。Apex Omni には、間もなく新しい機能を追加します。これにより、最新の市場トレンドに早く対応できるようになります。例えば、新しい仮想通貨が登場した際に、いち早く取引を始めることができます。詳しくは、公式ブログをご覧ください。オムニのキャンペーン、初回のキャンペーン内容、
今、APEX Omni では素晴らしいキャンペーンを実施中です。最初の3ヶ月間、取引手数料が半額になります。テイカー手数料は 0.025%、メーカー手数料はなんと 0% です。さらに、取引に参加したり、毎日チェックインしたり、友達を紹介することでポイントがもらえます。このポイントを使って宝箱を開けると、USDT や豪華な実物報酬が当たります。例えば、最大でランボルギーニが当たるかもしれません。また、ソウルバウンドトークン、SBT をミントすることでウェルカムボックスがもらえ、体験金や NFT などの商品が手に入ります。詳しくは、公式ブログをご覧ください。コング、エアドロップ、APEX Omni では、コングトークンのエアドロップも実施中です。コングトークンは全部で100億枚発行され、公平に分配されます。バイビットにも上場予定で、スマホからでもプレイ可能です。特にフィード、ザ、コング、フレンジーゲームに参加すると、クリックするだけでエアドロップを受け取るチャンスがあります。このエアドロップは、以下のように配分されます。60% が、APEX、ステーキングプログラムに参加する人に配布。30% が、APEX Omni の初期ユーザーに配布。10% がフィード、ザ、コング、フレンジーの参加者に配布。そして注目はとても使いやすいスマホアプリがあることです。 APEX Omni モバイルアプリの魅力と利便性。 APEX のモバイルアプリは仮想通貨取引をとても簡単に行える便利なツールです。これによりこれまで面倒で手を出さなかったユーザーたちも簡単に利用でき、逃していた利益を得るチャンスが広がります。以下にその主な魅力と利便性を紹介します。 1. マルチチェーン対応の流動性取引。 APEX Omni は複数のブロックチェーンから流動性を集約し、異なるチェーン間でのスムーズな取引を実現します。これにより複雑なクロスチェーンの資産管理が簡単になり、取引の効率が大幅に向上します。例えばこれまで仮想通貨取引を行う際にはイーサリアムのメタマスクやソラナのファントムなど複数のウォレットを用意し、それぞれのウォレットで専用の取引を行う必要がありました。しかし APEX Omni ではこれらのウォレットを一つにまとめて管理できるため、ウォレットの切り替えや資産の移動にはずらわされることなく、簡単に取引を行うことができます。 2. 自主管理のセキュリティ。ゼロ知識証明により取引の安全性と透明性が保証され、ユーザーは自分の資産を完全に管理できます。これにより安心して取引が可能です。 3. 多彩な取引機能。 APEX Omni はスポット取引、デリバティブ取引、ソーシャルトレーディングなど多彩な取引機能を提供しています。これまで仮想通貨を購入し値段が上がるのを待つだけだったユーザーも、レバレッジ取引を含む様々なトレードを簡単に行えるようになりました。これにより取引の幅が広がり、より多くの利益を得るチャンスが生まれます。 4. 有望な通貨の購入。 APEX Omni では日本の取引所では扱っていない有望な仮想通貨を購入することができます。これによりユーザーはより多様な投資機会を得ることができ、成長ポテンシャルの高い通貨に早期に投資することが可能になります。 5. 報酬システム。取引や紹介、チェックインでポイントを獲得し、暗号通貨や現実世界の報酬と交換できます。これにより取引を楽しみながら利益を得ることができます。 6. 使いやすいインターフェース。直感的な操作が可能なインターフェースで、スマホからも簡単に取引ができ、忙しい日常でもスムーズに取引を続けられます。これにより従来の面倒な取引手続きを排除し、誰でも簡単に取引に参加できます。 APEX のモバイルアプリは仮想通貨取引をより簡単で安全、そして楽しくするための多機能なツールです。これまで手を出さなかったユーザーもこの機会に取引を始め、逃していた利益を得るチャンスをつかんでください。次に視聴者の皆さんからよくある質問にお答えします。 9.1 ZK リンクって何ですか？ ZK リンクは取引を非常に早く安全に行うための技術です。具体的には複雑な計算を瞬時に行い、取引の正確性を保証します。 9.2 ソーシャルトレーディングってどうやって使うの？他のユーザーの取引履歴を見ることができるので、
上手なトレーダーの真似をして自分の取引に役立てることができます。いくらいい環境だと言っても必ずしもトレードで勝てるわけではありません。成功事例や失敗事例を簡単に紹介しましょう。成功事例、例えばあるユーザーはソーシャルトレーディングを活用して短期間で資産を増やしました。彼は成功しているトレーダーの戦略を学び、同じ手法を試した結果、利益を上げることができました。失敗事例、一方で、初心者のあるユーザーは、取引に慣れていない状態で大きな金額を投資し、損失を出してしまいました。少額から始めて、取引に慣れてから徐々に金額を増やすことが大切です。まとめ、Apex Omには、初心者でも使いやすく、豊富な機能と魅力的なキャンペーンが満載のプラットフォームです。ぜひ、この機会に Apex Omni を試してみてください。今回の動画が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。次回もお楽しみに。